いや教えてくださいよ。いやねえ、ベロの上でニャラーン。喧嘩売ってんのかおい。いろはすわ。今回は奥羽山脈の天然水イロハスがテーマに。工場見学に興味津々の木村さん。工場長の片谷でございます。道のくコカ・コーラボトリング花巻工場長片谷さんからイロハスについていろいろ聞き出すと、よろしいですか。フィルターでろ過して、あ、まあ、あの砂とかそういうのを取り除いた水として、ここにもう ここでほぼ出来上がってます、天然水として。そしていよいよイロハスが。この中にフィルターが収まってます。めちゃめちゃ細かいフィルター。そうですね、目の、はいはい、すごく熱処理するんですか。複雑です。最後に熱処理して出ていく。あ、はい、なるほど。もう見えてます。できていってるイロハスや。すごい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 。わわわわわわ、すごい。あ、入ってる入ってる。ちょうど注がれてる。わ、見える見える、見えます見えます。はい、すげえ。木村さんに新たな疑問が生まれ。ペットボトルっていうのはこの工場で作ってるんですか、それとも違うところからやってくるんですか。元を調達してきて、うんうんうん、工場で膨らましてます。膨らます工程はこの後ご覧いただける。見たい見たい、いきますか。はい、見たい、はい。ここがブロー成形室です。ペットボトルを膨らます部屋です。で、それがこの機械になります。どれか全然わからへん。これが元です。ちっちゃ。ちっちゃいです、これ。はい、あ、でも口はペットボトルの口になってますね。あ、硬い。これを100度ぐらいまで温めて柔らかくしてから一気に膨らますんです。へえ、うん、だからそれ今降りてきてるやつがもうそうなんですか。そう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 、これ。はあ、知らんかった。いや、これを作ってる会社があって、そっから調達して で膨らます。で、ここで膨らましてる。あ、まだあっち側流れてるやつまだ膨らんでない。あの明るいとこがヒーターですね。あそこがヒーター。あそこであの温めるんです。はあ、はい、温めて、じゃあ出たところで、出たところでプッと。そう、でそこは見えるんですか。目視できないぜ。あの金型、こういう金型でこうカパッとこう、ああ、うん、閉じた中で膨らんでるんで。あ、なるほど、うん、なるほどなるほど。密室、密室で行われてる。そうです。あの映像はあります、イメージ映像。ああ、見たいかもしれない、うん、はい、では拝見しましょう。それ今熱が入ってますよっていうところ、うんうん、で温めたプリフォームが、はい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 、金型の中に入っていくんですよ。中に入っていきますね、うん、ほんでちゃんと見せてくれるんや。閉じるんですよ。なるほど、うん、はいはいはい、金型の中に入っていくんですよ。中に入っていきますね、うん、あー、なるほどなるほど。縦に伸ばしながら膨らむ。知ってる形になる。そうなんです。へえ、そうなんだ。じゃあ僕ら普段飲んでるイロハス、はい、まあ潰して、ゴム出したりするじゃないですか、はい、ここまでちっちゃくなるっていうことですね。まあ物理的なことを言えばなかなか無理か。手では無理かもしれないね。そうですね、うん、あ、結構な硬さですからね。いや、硬いんですよこれ、はい、どうやったら伝わります？これで伝わってるかって聞いてるやろ。なんで誰も答えへんね。伝わってますか？これで硬さは伝わってますか？喧嘩売ってんのかおい。硬さは伝わってますかって。硬さですか？はい。硬いですよ。え？硬いですね。硬いですね。僕が言うんです、硬いですよとかは。伝わりましたっていう。あ、伝わりました。
そう暑さでぼーっとしてんのか。あすごい、すごいですね。やっぱ知らんこと多いな。いっぱい出てきた。この子たちです。この子たちだ。はい、大きいコンテナに入ってるんですよ。ああ、なるほど。コンテナからバラ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 って出てきて数千個入ってるんですね。でこっちからコイン入れて、でコインがパパって中入って、それでちょっとだけ、はい、でもペットボトルを工場の中で膨らましてるっていうのを初めて知りました。で、いろいろな形、なるほど。そう、ドリンクによって違うから。型じゃないですか。型だって、イロハスもね、新しいパッケージになりまして。そうです。ここでイロハスの金型を見せてもらったわよ。あんな小さな原料がペットボトルの形になるなんて不思議ね。面白いですね。はい、これどうぞどうぞ。え、やった、何かのご縁です。いただけるんですか。どうぞ。これでちょっと日本酒飲もうかな。でもこれ起きにくいですね。飲むしかない。持ってなきゃいけない。持ってなきゃいけない。起きない。あ、面白い。へえ。あんまりというか全くわからないですね。はい、謎の液体。はい。何？イロハスをしっかり学んだ木村さん。コカ・コーラの製造工程もとても気になるみたい。コカ・コーラの調合ってどういうあれなんですか。うん、原液、買ってきた原液と、はい、陶液と処理水が混ざるだけです。はあ、っていうことになります。あ、じゃあ原液をここで調合してるわけじゃなくて、原液は他から買ってきてるんです。じゃあ工場長もどういうものかっていうのはあんまわからないんですか。あんまりというか全くわからないですね。へえ、はい、ここは広報の高橋さんに、はい、このコカ・コーラの原液っていうのはどういうもんなんですか。どういうもの、うん、世界でほとんどの人が知らない謎の液体。よく都市伝説で聞きます、はい、それも本当そうなんですね。本当にそうです。はあ、我々なんかは全然知らない。全く知らない。はい、誰が知ってるんですか。それもわからないです。はあ、はい、本当に都市伝説級の。バイデン大統領は知ってるんですかね。バイデン大統領に聞いていただければと思います。いや、俺あんまそうです。それはそうですよね。でもあんまつてないんですよね、バイデン大統領。あると思いました。いや、ないですよ。それはそうだ。社長さんとか知らないですか。え、社長さんとか。あ、道の駅コカ・コーラボトリング株式会社の社長さんとかはご存知なんですかね。もう知らないです。はあ。はい、すごい、ほんまに世界で数人かなっていう、はい、数人と言われている、うん、でもその方々は何かに残してるんですかね。例えば急になんか不幸があったりいや、教えてくださいよ。いや、ね、ダメです。どうだって、そのもしもう言えない、もう言えないです。ファンタは、ファンタはまた現役、ファンタも同じです。よく聞くのがファンタってもう基本的には一緒で、あと香料の匂いの感じで味が違うっていうみたいなことを聞いたんですけど、それは聞いていい質問ですか。聞いていい質問。それそうなんですか。その通りです。本当にそうなんだ。ただファンタも同じく現役がこう届けられるんで、その原液が何で出来上がってるかは全くわからないです。でその調合室で今日はオレンジファンタだからオレンジ香料を入れるとかはこの工場で。そうです、そうです。へえ、よかったですか今の話。大丈夫ですか。よかったです、大丈夫です。それはまでです。ああ、はい、やっぱそうなんですね。
でもなんかお茶の抽出の仕方とかも初めて聞いたし、お水のその思ってる以上に天然水そのまんまなんだっていうのも初めて聞きましたし、まあ、ファンタの僕ちょい前から気になってたやつも聞けましたし、もうコーラのねことも聞けましたしね。原液って何色だったんですか？踏み込むな。まず工場長に。工場長、原液はコーラ、はい、何色なんですか？木村さん見たかったと思いますけどもね、おじさんズだけちょっと見させていただいております。もう透明な色をしてますけども、まだこれ水です。あ、これ水なんですか？すごい。この透明な色がどんどん変わっていくわけですね。そうです、あのコカ・コーラの色に変わっていきます、はい、これは買ってきた原液です。原液ですか？はい。黒いです。へー、おじさんズなかなかやるじゃない。コカ・コーラの原液はやはり黒かったわね。前回の放送で学んだように、コカ・コーラの調合も原液や糖液と処理水などを混ぜ規定の濃度まで調整した後、炭酸ガスを加えて完成よ。もうさっきと色が違いますね。道のくコカ・コーラボトリング様、撮影ご協力ありがとうございました。あの色そのものですね。あ、はい、黒いです。でも不思議ですよね、そのあの色ってよくよく考えたら不思議な、ちっちゃい時からずっとあの色やけど、最初にじゃあ飲みなさいって言われたら、ちょっとこの色はみたいになるような色じゃないですか。なんであの色なんですかね。大丈夫なんだね。まあ私はカラメル色素です。あ、うん、プリンのあのそこにある、あのカラメルのあの色です。なるほど。はあ、じゃあカラメル要素があるっていう、あの製品の成なんだ一括表示って呼んでる、はいはい、ラベルにもちゃんと書いてます。あ、なるほど、うん、カラメル色素。はあ、工程見させていただいてめちゃくちゃへえでしたし、面白かったし勉強になりました。いい感じにね、はい、ツヤも出てきたね。そうですね。もうちょっと水分補給していいですか？水分を補給しましょう。念願かなってイロハスの味比べよ。イロハスは。お待たせいたしました。はい。もっと詳しくイロハスをということで。これ固まってません？6本今ありますけど、6箇所の採水池からあるやつ、味が果たして違うかどうか、はい、さて改めてイロハスの採水池確認するわね。阿蘇、奥羽山脈、北海道、白州、砺波、そして大山、鳥取は大山。なるほど。そう、なんかちゃんと6本揃ってんのってすごいな。その産地によって成分が違うと、うんうんうん、お北海道のところですね、はいはい、清田の水なんですけれども、成分がこちらは高度が 31.8、はい、ご覧のようにイロハスの高度や成分は各地によって違うみたいね。特に大山、阿蘇の高度は高いみたい。へえ、面白い。めちゃくちゃちゃいますやん、もう倍以上、はいはい、80以上が硬水と言われているんですけども、はい、面白い。じゃあ阿蘇の人はイロハス飲んでる時にそんなに柔らかさをもしかしたら感じ、でもあの軟水ではあるので、そっか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 、
美味しいは美味しい、全部美味しいは美味しいんですけれども、特にかま飲みやすいというか。なるほど。はい、だいぶ違うんだ。はい、面白い。南に行けば行くほどちょっと高度が硬さ、ね、硬くなっていく。はいはい、これを僕は今飲んでいいんですか。どうぞ。さっきの工場見学で汗だらだらで。もう喉を潤したい。でもどれ飲んだらいいんですかこれ。では木村さん、まずは奥羽山脈の天然水改めて味わってね。まあ工場で出来立てたやつですよねこれね。いただきます。あー、いろはすわ。うまい。ありがとうございます。思ってた以上の天然水さっていうのを知ったからよりうまく感じますね。ありがとうございます。いやいや、はい、これはいいですね。聞いてるか営業の。あれ、橋場君おれへんやん。めちゃくちゃいいやつ言ったのに。微妙なところはあるじゃないですか。お、本数減らそうとしてる。奥羽山脈と阿蘇を飲み比べたらさすがに分かると思うんですね。こんだけの高度の違いがあるから、はいはい、それは分かると思いますよ。ただ他はもうもはやです、ね、この3つを飲み分けれたら、はい、あ、すごいやっぱ違うんだっていうのが分かると思います。はい、まずもう一回奥羽山脈。大山。大山。ああ、わずかですけど違います。阿蘇。大山とすっごい似てる。へー、あー、でも。塩味が感じられる。大阿蘇は一番で、奥羽山脈はスライムみたいなニューニョーンベロの上でニャラーンってなる。でこの大山はちょっとこうこんにちはっていうぐらいの感じで、あの阿蘇はよう来たな。これどれにする、どれ飲んでもらう。うん、分かった、全部分かった。全部分かった、全部分かった。大山、阿蘇、奥羽山脈。奥羽山脈ピンポンです。え、奥羽山脈ピンポン。ピンポンだけど、これとこれは。え、逆？逆です。え、嘘。あれ、そうです。ちょっと待ってくださいね。これ塩味がすごかったんですよ。ほんまや。こっちが阿蘇や。でも分かるのすごいですね。はい、我々飲んだことがないので。試したことがないので。まあでも本当にわずかですけど、ね、はあ、塩味が感じられる。こっち2つは、こっちは塩味ってものはないに等しい、甘みの方がっていうふうに思いました。へえ、でも面白い。なんか味が違うとは思わなかったですね、全国で。それもまたあれですよ、何百年前の阿蘇の水、何百年前の大山の水、何百年前の奥羽山脈の水という、同じ日に降った雨かもしれないですしね、もしかしたらね。うん、ナチュラルウォーター、うん、ナチュラルミネラルウォーター、うん、ミネラルウォーター、うん、ボトルドウォーター、4種類あるんですよ。水にもですか。水にも。まずはミネラルからの説明ね。ミネラルとは簡単に言うと、人が健康を維持するために必要な栄養素のこと。水の成分で言うと、代表的なものとしてカリウム、カルシウム、ナトリウム、マグネシウムなどがあるそうよ。
ナチュラルミネラルってなると、ナチュラルの中でも、そのいわゆるこのミネラルが多く溶け込んでる水をナチュラルミネラルウォーターって呼びます。で、ミネラルウォーターっていうのは、いろんな、まあ、ブレンドしたりミネラルを添加したりしたものをミネラルウォーター。で、ボトルドウォーターっていうのはもう極端な話、水道水でも容器に詰めたらボトルドウォーターっていうふうに売ることができます。それはどっかに書いてあるんですか？ラベルとかにも書いてる。イロハス書いてますよ。ほら、奥羽山脈もすごい。東京都の水とか、売ってるやつとか、東京の水道水とかっていうのをもし売るとすれば、それはボトルドウォーターっていう。はあ、それを知っとくだけで、でもなんかね、水買う時とかに、まあ、より良い、まあ、ナチュラルミネラルウォーターを探す方がいいかなというふうに思いましたね。いやー、ということで、はい、もうお腹減りました。お腹減りましたね。減りましたよね、ええ、ご飯食べませんか？どこで？こちらで。こちらで。はい。お、弊社の新入社員と一緒に食べていただければなと思って。あの、木村さん、時々あのロケ中にいろんな人の今日のお弁当何とか聞きたいやつ。聞かれてるじゃないですか。まあ、キム飯。なるほど。ですよね。え、じゃあその新入社員の方々が家から持ってきたお弁当を食べるっていう。面白いじゃないですか。見せてもらいながら。はいはい。はい、え、私の食べるものは何を？今ですね、橋場君が買いに走ってる、はい、それやったら僕も何か持ってきたらよかったですね。告知ミス言ってなかった。そうです。考えがそこまでは。いや、お弁当作ろうという話をしたんですけど、おにぎりと卵焼きにしようぜって話までしてたんですよ。嫌ですよね。嫌だ。おじさん2人が作った弁当は食いたくないな。どれか全然分からへん。木村さん、念願かなっての工場見学満喫できたかしら。次回もへえあると思います。いろはすわ。次回のへえは、あのネタってどうやって思いついてるんですか？全世界共通の味で、うん、爽やか。なんか思い出す学生時代を。お楽しみに。